の第5試合ライト級の13キロ3分3ラウンドの一戦です。稲石達也対杉本拓也の一戦、この試合も解説直樹選手、そしてゲストヤーマン選手、お二人ともどうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ直樹選手、ライト級いろんな選手がいますね。いやいろんな選手いますけどね、稲石選手はねなかなか珍しいというか、ここまでちょっとぶっ飛んでる人はなかなかいないですよね。そうですね。いや相反するこう真逆な選手の対戦ということになりますね、ヤーマン選手ね。そうですね、本当どっちが勝つか全くわからないですね。はい、まあ、ただ自分は稲石選手が有利なのかなと思いますね。どういうところがですか。変則的な、ファイトスタイルになるので、はいはい、で判定になったらその変則的な距離を杉本選手が攻略できるのかといったところで、稲石選手が有利なのかなと思います。なるほど。さあ第1ラウンドが始まりました。共に随分勝ち星から遠ざかっている両者の一戦、果たして今日の試合白星を飾るのはどちらの選手ということになるんでしょうか。オレンジのトランクスを履いています杉本、そして今なんかズボンが危険的ですかね。ですかね、ローブローですかね。ずれちゃった感じですかね、ちょっと。あ、ファールカップはずれたんですかね。今しっかりとこう急所の位置を直して試合が再開します。3色のトランクスを履いています。こちらが背中を向けているのが、稲石です。トリッキーですね、動きが。さあその動きに対して杉本がどういう風に反応していくか。最初に手を出していくのは稲石です。左パンチから左の蹴りとかなかなかね、はい、出す人がいないんで、左のボディを狙っていきます稲石。あ、右画面を捉えた。そしてパンチでまとめていきました。いきなりダウンを奪ってきました稲石です。いやー、ヤーマン選手いきなり稲石ダウンを取ってきました。そうですね、杉本選手これまでの試合も、はい、左右のフックで倒されることが多いので、今回の試合も、フックが決め手になるのかなと思います。なるほど。さあどんどん前に出ていきます稲石です。杉本もパンチを返しますが、ここでまとめる、まとめる、ちょっと効いてるっすね。この辺りでパンチをまとめていきます稲石。杉本選手もね、パンチ力あるんでパンチ強いんで、はい、まだね出てくるとこカウンターで当たれば分かんないですけどね。左を伸ばしていきます稲石です。そして右ストレート狙っていく。これは空を切りました。膝をついていくのは杉本です。これですから、いや、山選手、こう杉本としてはどういう戦い方を目指したいですか。これで今多分効いてると思うので、このラウンドはもう回復に詰めた方がいいと思いますね。そうですか。前蹴りを出していくのは杉本。ただ直樹選手、コンビネーションいいですよね。そうですね、稲石選手はねかなり独特なコンビネーションを打ってますよね、はい、でもしっかりね強いパンチも打ってるんで右の、はい、ああいうねコンビネーションでちょこちょこだけだと怖くないんですけど、はい、しっかりたまにね、はい、こういう強いパンチも打ってくるんで、読みづらいですよねこれは。こう独特なリズムでこうパンチを当ててくる、右が入る。しっかりね、パンチ力とかがあるんで、はい、できるスタイルですよね。あ、なるほど。それね、全部パンチ力なかったら全然ただ単にポコポコやってるだけなんですけど、しっかり一発強いんで、だからこそこう生きるスタイルですね。こういう変則的な選手っていうのは直樹選手はどうですか。やりづらいと思いますよ、かなり。そうですか。ヤーマン選手はどうですか。そうですね、自分も、どっちとやりたくないって言われたら、はい、稲石選手とやりたくないですね。あ、ここもパンチが顔面を捉える。稲石のパンチが顔面を捉えていきます。ただ稲石選手ちょっとね、多分スタミナ切れしますよこの感じだと。第1ラウンドから一気に飛ばしていきます稲石です。普段もね、いつもね試合で結構2ラウンド3ラウンドってどんどん落ちていっちゃうんで、1ラウンドはいいんですけど、今も良かったですよね。そうですね、2、3と結構落ちてく印象があるんで、ちょっとこの後どうなるかっていうのは見どころですね。杉本も少しパンチをもらいましたけれども、山選手そのあたりのダメージっていうのはどうでしょうか。いや、もうダメージは相当あると思いますね。稲石選手の左右のフック、はい、結構独特な打ち方で多分1テンポ遅れてくるんですよね。あ、なるほど、はい、それで結構普段と違うようなこうタイミングでくるんで、はい、杉本選手がもらってしまっているんだと思いますね。
やっぱり独特なこうリズムで戦ってくる選手っていうのは山本選手やりにくいですか。やりづらいですね、やっぱり普段と違うので。なるほど。もうそのあたりっていうのは直樹選手もこう独特な間合いとリズム持ってるってよく言われますけれども、そうですね、相手からするとやりづらいんでしょう ね僕的には特にそんな独特な気持ちでいるわけじゃないですけどね、結構対戦相手は僕のことを独特って言うんですけど、この試合見ると、はい、いや俺正統派なんじゃないかなと思いますね俺に比べるとってことですね。そうなんですよ、はい、いや本当に独特なリズムで攻撃を仕掛けていきます。赤コーナーの稲石、ただ、ね、稲石選手は左手ジャブ伸ばすときも、はい、この顔をねちょっと背けて、下向くような感じで、横を下向くような感じで打ってるんで、カウンターの右をちょっと合わせづらいような感じのジャブ打ってるんですよね。相手からするとってことですか。そうなんですよね、はい、結構顔を背けて遠くに顔を置いてるんで、ちょっと緻密に計算されたトリッキーですね。ここの距離が詰まると稲石のこう上下の打ち分けも見せていきます。パンチを集めていく。杉本選手はちょっと稲石選手のペースに付き合っちゃってるんで、はい、自分のペース今のいいですね。今のミドルとかローとか独特な動きしてても状態は止まってるんで、足とか腹は、ただパンチが捉えます。稲石です。杉本としてはこう山選手パンチというよりはこう蹴りなんですかね。そうですね、やっぱムエタイの選手でもっと蹴っていった方がいいのかなと思うんですけど、はい、ちょっと稲石選手がこうパンチで来るんで、こう向きになって今付き合ってしまっているのと、なるほど、もう当てられたから当て返してやろうという、気持ちになってしまっているんだと思いますね。この第2ラウンドに入ってからは少しこう蹴りもよく出てくるようになります杉本。ただ稲石のコンビネーション、あのコンビネーションいいですね、あれやられたらね食らっちゃうっすよ稲石選手の。あ、そうですか。なかなかねあのリズムで打ってくる選手いないんで。あとは直樹選手も言っていました、このスタミナがどうかっていうところですよね。そうですね、このまま、右ストレート、右が顔面を捉えていきます稲石です。結構ねあと当て感あるんですよね、はい、稲石選手。いや当たりますよね、うまいですよ、はい、ここは距離を取っていきます杉本です。ね、どんどん杉本選手は、ね、イライラしていっちゃうとね、泥沼にはまっちゃうんで。ここも左を伸ばしていくのはいないし、バックボールは空を切りました。ただ山選手、はい、この第2ラウンド入ってからは杉本もよく蹴りは出してますよね。蹴り出るようになりました。1ラウンド目その距離感も分かんなくて、はい、蹴りが怖いっていうあの心境があったと思うんですよね。蹴ったところにあのパンチが合わされてしまうっていうのがあって、はいはい、なかなか蹴れなかったと思うんですけど、今なんか2ラウンド目距離ちょっと分かってきて蹴りも出るようになってきていますね。冷静に試合進めようという杉本、ただ稲石もコンビネーションで前に出ていきます。このワンツーから蹴りのコンビネーション、ミドルから前蹴りを返しました杉本。ただ杉本選手はあれですね、はい、稲石選手の攻撃が来てからどうしようっていう後手後手になってるんで、そうすると稲石選手のペースに巻き込まれちゃうんで、もうちょっと自分から行った方がいいっていうことですか。うん、そうですね、自分から詰めてってパンチ蹴りで、ね、行った方がいいと思いますね、はい、もう第2ラウンドは少し杉本も冷静さを取り戻したようなところもありました。山選手この第2ラウンドはどういうふうにご覧になりましたか。そうですね、稲石選手の距離に対して、はい、杉本選手がようやく距離感分かってきたのかなと思いましたね。距離感が分かってきたことでこう蹴りも出るようになって、はい、パンチとかも当たるようになってきたのかなと思いますね。であとは稲石選手ちょっとスタミナバテてきましたね。あ、やっぱりそうですか、はい、1ラウンド目と比べるとちょっとトリッキーな動きだったり、はい、足っていうのが止まってきてしまっているので、まあ、ちょっとスタミナ切れてきたのかなと思いましたね、はい。当然やっぱりスタミナ切れてくるとそのあたりスピードなんかも落ちてくるっていうことになりますよね。そうですね、さあ第3ラウンドがこれから始まりますが、直樹選手はどうですか。いやもう杉本選手はね逆に自分から前出てパンチとキックでね倒しにいっちゃった方がいいですよ、はい、相手バテてるんで、これ相手のペースにね見て巻き込まれるとまたグダグダと判定までいっちゃうんで。これがライズ2戦目になります杉本。今日の試合スタイルチェンジも考えて臨んできたという話ですが、左右の服を当てていったのは稲石です。杉本選手このラウンド、まあ、ダウン1回以上取らないともう勝ちはないので、はい、もっといかないとダメだと思います。そうですね、まあ、第2ラウンドと同じように少し待った戦いぶりになっているかもしれません杉本。
ですから直樹選手やっぱりどんどん前に行かなければこう戦局が変わらないですよね。あ、そうですね、どうしても稲石選手のペースですよね、やっぱり、はい、うまいですね。でも当て感がかなりあるんで左を伸ばしていきます。そしてパンチが当たる。いや、この辺りの当て感ですね。確かに当て感あるですね、稲石選手うまいですよ。この第3ラウンドに入ってその第1ラウンドのようなこうラッシュはありませんけれども、その辺りでパンチをしっかりと当てていきます。いいよ、分かる分かる、合わせろ合わせろ合わせろ。なんか喋ってますね、稲石選手が、はい。さあ、ここは自分から行きたいところ、杉本。ただ、まあ、自分からなかなか行けない。それもう何をこう出していいのか分からなくなっちゃいますね、杉本選手が。そうですか、はい、出したところでこう稲石選手がなんか変則的な攻撃を返してくるので、もうここもパンチが当たります。何を出していいのか分からないんだと思いますね。これ聞いてなくてもこう印象としては直樹選手もっと前に出ていかないといけないですよね。いや、そうですね、稲石選手もすごいですね。これあの2年以上勝ち星ないんですけど、はい、2年以上勝ち星ないのにリングでこのスタイルをできるっていうのはね、すごいっすよ。最後に勝ったのは2019年の2月17日。普通ちょっとなんかこう消極的になっちゃうというか、なんかこの硬いディフェンスとかはね、はい、勝ちに行っちゃうみたいな硬い戦いになっちゃうんですけど、まあ、そんな感じはないですよね。そう、2年以上勝ちなくて、このスタイルをねリングでできるっていうのはね、ちょっと飛んでますね、狂ってますよ。変則的なこの動きから相手に攻撃を仕掛けていきます。赤コーナーもいないし、オレンジのトランクス杉本は前に出たいところ、ただなかなか捉えきれません。距離を詰めるとこうやってあの手数で押し返してきます、いないしです。そうですね、このフックがね、予想以上に威力あるんですよ。ここ前に出ていく、強いんですよ。当たりますよね。そう、威力もあるって力あるんですね、ですからなかなかこう中に入りきれないか。ただ前に行かないとダウンを奪われている杉本。あー、バックブロー、相手を捉えていく。ここで第3ラウンド終了。いや、この当てるということに関しては直樹選手本当に稲石のパンチ当たりましたね。うまかったですね、この第3ラウンド。杉本としても大山選手前に出ていきたいという思いあったと思いますけれども、はい、多分おそらくなんですけど稲石選手が多分、はい、あの相手が前に出てきたところで左右のフックを狙っていたので、あ、なるほど、はい、あの変則的かと思いきや意外と緻密みたいな。それでは、そういったあたりでベテランのうまい試合運びを見せました稲石です。30対27、赤稲石、ジャッジアキラ。30対27、赤稲石、ジャッジ永瀬。30対27、赤稲石。ということで3対0で赤コーナーの稲石達也が判定勝利を収めました。まあ、直樹選手スタミナという部分でちょっと心配でしたけれども。いや、そうですね、今日結構動いてましたよね。3ラウンドもしっかり最後までいい動きを見せていきました。そうですね、やっぱ自分のペースでできたんで、杉本選手がちょっと合わせすぎちゃったですね。まあ、杉本としてはちょっと不完全なところが山選手あったかもしれませんね。そうですね、本当、杉本選手はもう自分のやりたいことが多分何もできなかったと思いますね、はい、今回は。ということで第5試合は赤コーナーの稲石達也が勝利をものにしました。どうも、稲石達也です。このコロナ禍の中、会場に来
来てくれて皆さんありがとうございます。ちょっと私事なんですけど、6日前に大切な友人が亡くなってしまって、すごい今でも実感湧かないんですけど、すごいいつも試合の時もたくさん仲間集めて応援来てくれてた友達で、その友達にこの勝利を捧げたいと思います。元木ありがとう。皆さん応援ありがとうございました。本当命って本当儚くて、いつ亡くなってしまうか分かんないから、本当今いる仲間の仲間のことを大切にして精一杯生きていきたいと思います。皆さんも仲間を大事にしてください。皆さん大好きです。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本人にとっても久しぶりの試合勝利をものにしたということになりました。第5試合はライト級稲石達也が判定勝利を収めています。